畑ログは山城国風土器一文に現れる日本古代の皇族畑氏の人物。新中海みきらの演奏。名は糸も巨とも記される。新中海みき等の演奏と伝えられ、以下の伏見稲荷大社創建の物語が伝えられている。色具の信仰、棟梁を積みて、冬を誘致機。すなわち、餅を的となじし,しかば、白鳥と化けなりて、飛びかけりて山の峰におり、 稲なり生引き、ついに社の名となしき。その病営にいたり、先の顔を食いて、社の木を抜けにして、家に植えて見祭りき、今その木を、食へてそきば福を得、その木を、食へて枯れれば福アラジトス。わけ、ろぐ信仰が、棟梁を積むほどの浮遊な生活をしていた。そこで餅を用いて、的としていたところ、餅が白鳥に姿を変え、 飛翔して山の峰に行ってしまい、そこで幸運だ。最後には、ここが神社となった。その子孫が、先の過ちを悔いて、神社の木を抜いて、家に増やし、祀っていた。今その木を植えて育てば服が来、枯れれば服は来まいという、このほか川海少書院の山城国風土器によると、色具の餅が鳥とりと返じて飛び去った森を、鳥ベと言った、とも言う。 以上の説話が示唆することは、山城の果たしの経済力が古代社会において並々ならぬものであったことであり、柳田におは、このような真事が各地にあったことが、この伝承の背景にあり、後世には、その意味が忘れられて不尊かつ不敬な振る舞いとして伝承されるようになった、と推測している。この儀式の原型狩猟と関わるものであり、本来は、 はりの儀礼であり、肉の肉を敵にしていたものが、旗氏の入植以降、餅という濃厚的な儀礼に変容を遂げたものであり、旗を打つ父が深草から伊勢へ向かう賛同で漁師の手から2匹の狼を守ったという伝承と関わりがあるのではないか、と水谷千明は述べている。ありがとうございます。